こんにちは、KZP プラスです。新しいイベントが来ましたね。モーゼスの術師との戦いが設置されました。ロマンシング難易度だけ、大激戦のフォルダに移される、いつものやつです。今回の動画はこちらの攻略になります。モーゼスといえばロマサガさんのイベントを思い出させますね。当然、ウンディーネとボルカノと2体同時に戦います。弱点は、残と凸が共通です。耐性は、ウンディーネが霊、ボルカノが熱。状態異常耐性はすべて999。メンバー紹介の前に、あらかじめ、把握しておかねばならないものがあります。それは、この2人のアビリティに要因があります。リダクションというアビリティです。なんと間接攻撃を軽減するという、とんでもないものがあります。実際、銃などで攻撃しましたが、よだめの軽減が半端ないです。銃、弓のほか間接攻撃の技や術の、すべてが今回は超絶軽減されます。メンバー選択は、慎重にするべき、と思います。動画の長さを見てもらうと、わかりますが長期戦になりました。その理由はおいおいわかります。チャレンジ3に一度挑戦して、大まかな敵の特徴を把握して、お試しで組んだ構成のままで、進めたものになるのでベストな、パーティーとは言えないかもですが、選出はちゃんと理由付けをして、いますので、簡単に紹介してみます。まずは、アウナスが必須になります。ウンディーネは霊属性、ボルカノは、熱属性の攻撃しかほぼしてこないと、思います。秘術結界を使えば、熱属性の攻撃は無効化されます。つまりボルカノの攻撃は、結界が、張られている限り霊です。アウナスを使わない手はないです。TP の関係で、どうしても秘術結界が、張れないターンが出てきますので、そこは気をつけねばなりません。私はブスターブの術防御味方、全員にされる効果一点で気持ち、ばかりの軽減を切ることにしました。序盤はこれで防げますが、ボルカノのアビリティのヒートアップ、で中盤から後半は火力がすごい、ことになるので厳しいのは厳しい。アーニャのエトワールドールで解除、できたのかなもしかして、もしそうならアーニャ入れても、いいですね。話を戻します。また、ブスターブは味方をかばい、ますので火ダメを少しでも軽減、できるので採用します。火力部分は期待できないスタイル、ですが、防御方面で活躍します。秘術結界の効果で、2ターンの間、味方全員のヒットポイント極小回復はつきます。が、それだけじゃやっぱり足りないし、戦闘不能者を起こせませんので、回復ばかりは必須。私は、白ガラ姫を選出しました。スターライトヒールで回復、回復時以外はポンポコでバフ入れ、押してもらいます。また自分に回復が必要な場合は、LP 消費するスターライトヒールを、使用するので花くブラッドスレイを、使います。節約できます。なんだかんだで、剣白バラ姫って、すごく使い勝手が良いですね。続いて、アタッカーになります。前述の通り間接攻撃は、よだめを、軽減されてしまいますので、直接、攻撃のキャラを選ぶことにしました。強化力のリアムなら軽減されても、下手なキャラより火力出せるのでは、ないかとも思いましたが、せっかく、こんなギミックありんだし、いろいろ、キャラ使いたいしここは素直に直接、攻撃のキャラで行こうと思います。まずは、人間女を選出、ハロウィンで引いたばかりの、スタイルを使用します。ハロウィンバッドアーツ、で攻撃し、猫アタックで DP ための形です。体術キャラだけど技はガンが含まれた攻撃なので弱点をしっかりつくことができます。もう一人は、アセルスです。白バラ姫使ったら、アセルス様も、一緒に戦わないとね。ダメだよね。ということで、妖魔アセルスを採用。減収剣で DP を貯めて、幻魔集団で、よだめ取っていきます。今回はウンディーネとボルカノの術しか使ってこない敵なので、直接攻撃がありませんので、幻魔集団のカウンターは全くの、無意味になりますが、単純に、幻魔集団の威力が高いので良い、ことにします。陣形はワールウィンドで、少しでも、火ダメを軽減させたい感じです。さて、続いては戦術についてちょっと、だけお話をします。倒す順序です。私のやり方では、必ずウンディーネから倒してください。それもアウナスの秘術結界の使用、回数の限界が来る前に倒しきってください。これが、この戦闘で最も重要なことになります。全力でとにかく少ないターンで倒せれば良いのですが、
この理由は、おいおいわかりますので、あとはガンガン攻めてとりあえず、ウンディーネに攻撃し続けて、ください、ウンディーネ。意外と硬いですよね。一人くらい簡単に倒せるだろう、なんて感じでもなかったんです。でも、まずウンディーネを攻撃して、ください。
目を倒せました。ここまで来て、アウナスが生き残って、いればクリアです。はい、その理由は、ボルカノは熱属性の、攻撃しか使ってこないからです。秘術結界の限界が来た？アウナスはアビリティで熱属性の、攻撃を無効化します。アウナス自身には秘術結界は、いりませんのですよ。ただ、他のメンバーは、ボルカノの、強力な攻撃には耐えられません。つまりここから、アウナス先生と、ボルカノの一騎打ちになるのです。ただし、アウナスは火ダメ霊。ここからアウナスさんの主役の物語が始まります。わら。いや、もう大体予想がつきます。よね。ボルカノのヒットポイントまだまだあるし、アウナスの攻撃力大したことない。はずだし、どんだけ時間かかるんだ、と。カッパや倍速せずに、無編集で、お送りしますよ。とっと見よ、アウナスの勇姿を。多分、他にもっと効率の良い、攻略あるんだろうなぁと思いつつ、せっかく面白い展開になったので、このまま動画にします。わら。
勝利。だけど、長かったわ。超長期戦。まあ、勝てたから良かったです。四魔貴族に炎対決で挑むなど、無謀なことだったのだよ。今回の動画はここまで、ご視聴ありがとうございました。